マスオファイトです。揃ったんじゃないこれ。今日はね、なんと山梨県にある身延山に来ております。身延山四寺。見てこの立派なこの構え。今日はね、ここの階段がめちゃくちゃすごい。調べたところ、ここね287段あるんだけど、で104メーターあるのかな、の階段なの。で、そこの最速タイムが調べたけど出てこない。なんで今日俺がこのタイム測ったら1番になるんで、俺の1番になるところを見ておいてください。行くぜ。行くぜ。よし。いやね、今ね、下まで来たけど迫力がすごい。だってここのてっぺんがもうこんな姿しか見えないからね。行ってありますよ、最速タイム叩き出しに。あともう足上がんなくなるから、最初はこのぐらいのペースで行くぜ。やべ、もう来てる足。エスト、頑張れ。ああ、ああ、ああ、ならいける。よし。そこで走って。頑張れ。今だ、今だ。今だ。走って。よし。もう一回ですか。2分34秒でした。いや、俺走っていけるかなと思ったら、もう1回目のあの区切りのところでもう走れなくなった。あそこ一番長いですか。あ、そうなんですね。いや、でもこのタイムが正式記録として残るんではないでしょうか。誰も測ったことないと思うんで、ここ。いや、ちょっと待って、足がガクガクする。足が。皆さん登ってみてください。ありがとうございました。しっかりあれ手すり持って。うーわ、見てこの子。怖っ。簡単に言えばしっかり手すり捕まって。怖いよ。五条悟ってね。無限の壁なんだよ。五条悟って無限の壁。いやー、ようやく下まで降りてきました。辛かったね。辛かったな。なかなかいいトレーニングになったんでしょうか。目指すは東京タワーの階段なんで、6月5日、
東京タワーの階段競争に向けてこの階段トレーニングしてきましたよ。そしてね、この階段、沖縄の天国への階段よりも正直つらかったです。あ、よし、それではありがとうございました。ありがとうございました。よし、ご恩に今あったね。ね、パパなんでさっき行くの？ね、あのさ、男子ってさ、そういうこと考えないよね。あのさ、うちがさ、給食当番でさ、トレー運ぶときとかさ、女の子とかさ、気使って一緒にさタイミング合わせてさ、運んだりさ、メモしてるよ、うん、でもさ、その代わり女の子もしてくれるけどさ、うん、でさ、男子とさ、トレー運ぶと男子がいつも先に行くからさ、ほんとにイライラするんだけど。誰に似たのか口が達者ですな。ママじゃない。お前だわ。そうだよ、ママだよ。ママだってさ、怒るときさ、こうやって早口言葉でさ、ペラペラ食べる。ペラペラ言うな。親の説教ペラペラ言うな。ペラペラって親を舐めちゃダメだよね。